冷たい。今はサムギョプのこと考えてくださいに、ね、入ってこない。追っちゃダメですね。インスタあげていい？大丈夫、いいよ、大丈夫。あの女どうしようもないですね。気にしなくていいですね。あんたの方が素敵でございますね。いいでやんすか。ごめんなさい。どうしました。もみさんとは付き合えないですよ。何ですか。もみさんとは付き合えないですよ。その思いは嬉しいんだけど、うん、私はやっぱりどんじさんのことが好きだから。あなたは勘違いしやすいですね。さすがに私今好きじゃないですね。それをたった一言の愛を言葉かけられただけで好きって思っちゃいましたね。それであなたはそれだけならまだしも断るという行動に走ってしまいましたね。あなた先走りすぎですね。やめて、恥ずかしい。いや、で恥ずかしくていいんですね。言語化しないで恥ずかしい。人間は成長する生き物なんで恥ずかしくていいですね。私その辺ごまかしごまかしやってきたから恥ずかしい。実は昔私政治家やってました。え、学歴もなかったです。弁が立つのはそういうことですけど、人間の心理学一本で政治家やってましたね。無所属でやってましたね。無所属でね、コネとかなしで政治家やってましたね。天才じゃない。だから私を信じてもらって構いませんね。あなたはまず先走りすぎですね。じゃあ私は今どうしたらいいんですか。まず気軽な会話をする。でそれで私今他に好きな人いるんだよねとか言ってみる。であの女とあんた会ってるんじゃないとか言ってみる。そしたらどう思いますか。あれ、私のこと好きだったのになんかおかしいな。え、もう俺のことなんてどうとも思ってないのかな。そう思ってきますね。あの女なんか俺ドキドキしてきたってなりますね。やってみる。やってみてください。え、でもちなみにこの竜巻は絶対にやってほしいんだけど、それもお願いしない方がいいってこと。私竜巻一人でできるもんって言ってみてください。多分驚いた顔しますね。もげちゃん、もげちゃんご飯できたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大盛りだ。食べな。嬉しいでございますね。ありがとうございますね。あ、お肉上手だね。ありがとうございます。ありがとう。あ、もげちゃん上手になったね。あ、そう。え、どんじゅって、ね、あの子とかとなんか結構昔いい感じだったんですか。誰ですか。あのバイトの子。あ、はじめちゃん。うん、なんかすごい仲いいなと。あ、全然そういうの私気にならないっていうか。あ、でもよくお話しして何回も飲み行って、うん、あ、ね、プライベートで。あ、そうです。もちろん。あ、そうなんだ、ね、え、そこでなんかちょっと、あ、もう全然あのおばちゃんだと思ってさ、なんか気軽に話してもらっていいんだけど、はいはい、結構そういう男女のこう関係みたいなのってあったりしたの。あ、ごめんね、老婆心で聞いてるだけだから。あ、ちょっとそれはピミルよ。え、なになに。ピミルよ。え、どういう意味。あの、ちょ、ピミル。ピミル、え、どういうこと。韓国語調べて。秘密みたいな。あ、どうでしょう。ピミル。え、ちょっと調べとくね、じゃあ。え、ちょっとさ、ボギーさん押した。押しない人に。あ、なんか私今日一人でやってみようかな、初めて竜巻。あ、チャミシャル竜巻。どんな感じで、え、こう回せばいいの。これどこが回ってる。あ、大丈夫ですね。あ、じゃあカジュミちゃんが押してる。カジュミちゃんが押してるんだ。いや、ちょっとモギちゃんこれできる。肉。はい、ありがとうございます。ちょっとカジュミちゃん。どうした。普通に話したい。え、なんです。普通に話したい。そういうことですね。なんか今までなんか一番普通に喋れた。普通に話したい。え、普通に話したい。普通に話したい。今はね、いいですか。じゃあ仮にあの二人が昔関係あったとしますよね。関係ないですね。あの男はこっからあんたの男でございますね。過去の女なんて蹴落としですね。でもこれという決め手にかけてる感じがする。やっぱりもう一回付き合った方がいいと思う。うちら、おい、もぎさん、もぎさん、どうしよう。なんか結局悩み事だったら言い合ってるんだったら。私今行きそう。落ち着いて、落ち着いて、抑えて。ここ行かない方がいいと思う。落ち着いて、抑えて、抑えて。でも確かに男っていうのは、昔付き合ってた女性、久々に再会、グッとくる言葉、思い出補正も込みで、ちょっといいと思ってしまうんですね。じゃあまずいじゃん、じゃあまずいじゃん、今すぐ邪魔しに行かなきゃダメじゃん。ねえ、早く、早く弾き出してる。ないし、私はもう結婚したい。次付き合う人と結婚したいと思って。あんな顔見たことない、どんじゅの、あんな顔。ねえ、私自身早く弾き出してよ。もう周りが結婚しだしてるから、うん、すごく焦ってるって言ってる。私の方がどれだけ焦ってるか。で、今まででじゃあ誰が一番好きだったのって聞いた時に、どんじゅだったんじゃんって
強行突破していきますね。自分の中で思った感じは。マイナスなことしないでよ、絶対。うん、だから、私。あんた、さっき私にひどいこと言いましたね。タメ口で喋りましたね。あの、レオンさん、この女、とんでもない女ですね。初対面の絶対に年上の私にタメ口で上から来ましたね。私、そういう人一番許せませんね。レオンさん、こういう女が一番男を幸せにしない女ですね。そうですか？そうです。日本でいう最低な女っていうのはこういうやつのことですね。ないと思うよ。さっきから見てるとお似合いかなって。はい、とってもいい子だし、ドンジュに会うのはそういう人なのかなって。ごめんね、ただの常連の。ドンジュさん、ざれ事だと思う。本当にあなたを幸せにする女が誰かよく考えた方がいいですね。僕を幸せにする女性？そう、それは今まで一度も意識をしたことない女性だったりするのかもしれませんね。ちょっと住んでぶち込らなきゃ。あんなの、あんなの初めて。慣れてそれ。明確に聞いてますね。明確に聞いてますね。あんな厨房の逃げ方したの初めて。こっからですけどね。多分ね、こうね。でも、あの女がまたグイグイ来たら、あれ悪い女ですね。いいスパイスになってる、逆に。そうです。あなたはね、ナイスフォローでした。あれで振り幅聞いたですね。私はこれでなんかもう、応援してる側の。そうそうそう。赤鬼と青鬼のシステムですね。であっちがもう追いかけたくなる、なるんじゃないこれで。いや、いい感じだと思いますね。いい感じ。あの、すごく心理学的に言えばあなたはすごい正しいことをしていますね。よかった。あ、すごい、なんか初めてこんな、なんか具体的にこう進んでいけるのが初めて。熱海行きたいって言ってたじゃん。熱海。熱海？うん。でさ、全然取れないんだって、このホテル。でも取れたの、行く？来週の土曜日。ちょっとチーズボールを作った。みちゅ。その中に一つとても甘いのが入ってるロシアンチーズボール。これ僕の本当の気持ちが。僕もどれが甘いかわからない。ちょっとこんな自分からこんなのないよ。ちょっと全員で。よし。じゃあ。おい、ちょっと女。ちょっと待って、女。全部、あ、まあでもそう。女、ちょっと。一回女こっち来いよ。いいから。選ばせてあげる。いいから、こっち来いよ。ロジさんこっち来てよ。しっかりさ、ここで、それみんなでやりましょうよ。そうでしょ？うん、どれか一つが甘いです。甘い？これ勝ち取ったら確定ですよ。うち甘かったら熱海一緒に行こうか。悪い女ですよ。うち甘いのだったらドンジュの行きたいとこ行こうか。俺が甘いのだったらこの店をください。それはダメ。おい、申し訳ない。申し訳ない、それは。すまねえ。じゃあ、俺が甘いのだったら、トミコさんとデートをしてください。トミコさん。はい。トミコです。それは申し訳ない。部屋に。いいの、モギさんは今まで全部頑張ってくれてたから、こんなことなかったんだから。エロン。お先にどうぞ。いいよ。牽制し合ってるでやんすね。いいよ、お客さんだもん。じゃあ、お言葉に甘えて。頑張れ。さ、私のと違った。私こっちだもん。それ言う必要ない。自分はこれでしたね。どうぞ。いきますよ。せーの。どれが甘い？自己申告してで。私甘くない。自分も甘くないですね。甘いですか？生地がね。ああ、それは違います。でも甘い。中に甘いの入れる。入れなくてか？どうですか？甘いですか？甘くないです。すっごい甘い。甘いです。すっごい甘い。僕はどれが全部甘いか分かってました、本当は。え？嘘つく人は嫌いです。まさか私甘かったけどな。なんてこったい。でもそれも嘘よね。甘かったのに甘くないって。私は生地が甘いっていうのは本当。嘘はついてない。
生地は全部甘いです。中に甘いの一つ。でも甘さ感じたらそれは甘いってことじゃないの？教えてくださいよ。なんであなたは一体一回だけ嘘をついたんですか？現れるかなと思って、嘘女が。私の負けってことね。でも、負けてないよ。私申告してなかったんだからデートぐらい行ってきたら。シフトね、書き換えてあげる。いつ空いてんの？こんな勝ち方、私の勝ち方じゃない。茂木さん、今回私学びました。引く恋っていうの。それが成長です。ありがとう。もっともっと成長できそう。人間も恋愛も成長するから面白いですね。茂木さん、また会える？もちろんですね。あの女、思ったよりやり手ですね。私嘘ついてた。このチーズボールしょっぱい。教えてください。ん？本当はあなたなんで嘘ついないんですか？もしかしてチャンスをあげたんじゃないですか？もうバカだな。いいのに私と諦めたいの。あタイミング悪い。モギさん食べちゃダメ。モギさん食べちゃダメ。すごいモギさん。お客さんのはダメでしょ。食べちゃもう食べちゃダメだし。なんかこれどんどん焼けすぎていくでしょ。なんかそれがかわいそうになってきて。モギさんが焼きすぎたこれ。ごめんごめん。でも責任持って、まあ特別ね、うん、食べていいよ。ごめんね。聞かせてくださいよ。あなたとあの人の本当の関係を。ずーっと私が一途に好きなだけ。今でも好きなんでございますか？だから諦めたいの。新しい人が来たんだったら諦めるかなと思ったんだけどダメみたい。でもそれがあんたの本当の気持ちなんでございますね。ね。まかなえるよ。これうちが作ったの。一番最初に考えたのうち。チャプチに牛肉入れてネギ入れて、ほら、ナンジェが好きな牛肉あるじゃん、ミンチのやつね。うん。それを入れてあげて卵をね溶いてあげようと思ったの。ドンジが好きなもの全部入れてあげたいと思って私が作ったまかない、今でも気に入って食べてくれてるんだって。これ見た時に諦められるわけがないよね。自慢いらないですね。食べさせる相手が違いますね。あー、もう帰っちゃいました。お手洗い。あー、何途中で逃げてんの。これ、おいキムチは注文…あ、お会計大丈夫？そうやってずっと逃げてきたんでしょ。おいキムチ…一回ぐらい傷ついてもぶつかってもいいんじゃないですかね。ん？このサムギョプサルは我々のでございますよ。あなたが食べるのはこちらでございますね。ドンジュさん、あ、食べてるよ、普通に。いただきます。何ですか？はっきり言った方がいい。もうはっきり言った方がいい。はっきり言った方がいいっすね。はっきり言った方がいい。でもはっきり言ったら終わっちゃう気がする。はっきり言ったって終わらないですね。あなたが諦めない限り終わらないですね。食べられて付き合ってください。食べられ、なんか飛んだです。おしゃぶちになんかひどいこと言いますね。ちょっとなんか飛んだよ、口の中から。そんなひどいこと言っちゃダメですね。私の気持ちです。びっくりしました。ドンジさん、そんなひどい。あなた、あれダメですね。あの、ダメじゃ、口から何か飛ばされたら嫌な気持ちになります。すっごいひどいこと言ってる。出直します。ありがとう。大丈夫ですか？初めて言えた。ナイス。あ、これは大丈夫と言ってましたね。みんなで食べようよ。いいじゃん、好きって言ったら。こんな食べられちゃって大丈夫？うん、なんかみんなにごちそうしてる。逆にもう来やすい。うん、今、うん、
でしょ、うん、なんかもうあ大丈夫大丈夫、普通に飯食いに来たいじゃん。そうだね、それぐらいのつもりで、うん、そうそうそう、で向こうにだけ意識させたらいいですね。うちが一番やばいんだからなんかもうゆっくりでいい。いや、あなたも一途ですね、うん、全然やばいとは思いませんね。 焦んなくていいのか。全員でかいです。焦らず食べる、食べ口だけやめた方がいいですね、多分ね。なんかね、グラスやがいですね。これなんか飛んだけど、うん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 、これピル食うのって合ってるのかな。うん、おいしいね。うまっ。なんか最近あんま食べてなくて、うん、こちらお客さんの怒り物とか全部食べてきたよ。なんであ、よくないよ、うん、あの男の不満も二人でぶつけた方がいいですね。うん、うん、なんか会話できないよね、ちょっとできない、むかつく。なんか結構な肉しか見てないのやるもん。うん、うん、それも買いなきゃね。働きっぷりはいいんだけどね。うん、まあ、うん、でもなんか そういうとこにこう惹かれるみたいなのもあるからさ、うん、足長いですね。なあ、そうスタイルがいいから、うんうんうん、顔は実はそんなに飲み物おごるよ。え、いいの、いいか、いいよ。あれ、すみません、なんかさっき怒っちゃって。大丈夫よ、何がいい。うん、なんかシュワッとしたやつ。自分オレンジジュースで。いいか。リアルゴールド切れてるよ。え、リアゴル切れてるよ。ありがとう。リアゴル恋愛って簡単じゃないですね。簡単じゃないのが分かって、うん、逆にこうスッて抜けた感じで今回、うん、なんかすっきり言ったかもしれませんね。じゃあここで立って喋ることがないもん、うん、ずっとそこに居座って、うん、なんとか行こうと思ってたけど、熱海って楽しい。熱海楽しい行こうと行く行こうとしてる場合じゃないですね。もう俺らの気持ち何も分かってくれないですね、あんたね。でもあんたも行かない方がいいですね、もう。でもそれは受け入れる一回。 OK、 また来るわ。よかったら2軒目おごりますね。 あんたもよかったらおごりますね。うん、行こうかな。おてか締め作業だけちゃんとやった方がいいよ。終わり、おごりますね。ありがとう、ちょっと話そう。反省した方がいいですね、あなたね。うん、仕事はもぐりさん、まかんないもん。ここ悪いですか。